チーズフォンデュチーズフォンデュチーズフォンデュ。フォンデュをフロマージュはチーズを白ワインなどで煮込んだ家庭料理である。スイスを中心にフランスイタリアにまたがるアルプス山岳部やその周辺の家庭料理、郷土料理で最も代表的なフォンデュである。単にフォンデュといえばチーズフォンデュを指す場合が多い。郷土料理としてのチーズフォンデュはアルプス地方では スイスフランス語圏からサボア地方、さらにイタリアのピエモンテ州、バレダオスタ州にかけてが中心である。スイスでは1950年代になって、軍隊の調理共犯に収録されたのがきっかけで、ドイツ語圏、イタリア語圏にも普及が進んだ。地元ではフランス語でフォンデュをフロマージュ、またはドイツ語でケーゼフォンデュと呼ばれる。 チーズをおろし金ですりおろす、あるいは細かく切ったものに分離を防ぐためのコーンスターチをまぶし、熱した白ワインとともにカクロンというフォンデュー用の鍋に入れに溶かす。これに一口大に切ったフランスパンなどの固めのパンをフォークや串に刺して差し入れ、溶けたチーズを絡めて食べる。元は固くなったパンを柔らかくして、 美味しく食べるための調理法で、山岳放牧の牧童たちが、あり合わせの保存食料を活用して考案したとも、あるいは断食を行う僧侶のための流動食として、考案されたとも伝えられるが、正確な期限は明らかではない。チーズを絡めて食べる食材には、パンのほか茹でたブロッコリー人参などの温野菜や、ソーセージなどが用いられることもある。材料となるチーズは、 セメンタールチーズとグリュイエールチーズの2種類が最も一般的だが、他にバシュラン、カマンベールチーズなどがある。使うチーズの種類やその配合比は店や家庭ごとに異なり、多くが部外費にされているとともにそれぞれ伝統の味を守り続けている。チーズに加える種類は白ワインの他にキルシュカルバドスを用いることもある。最も一般的なチーズフォンデュは、 フォンデュヌ・シャテロワーズである。フォンデュヌ・シャテロワーズは、エメンタールチーズとグリュエールチーズのチーズ2種を用い、加える種類は、白ワインとキルシュで、香りづけに、レモン果汁、ナツメグを加えながらも、野菜等の具をチーズに加えない、比較的簡素なチーズフォンデュである。フォンデュヌ・シャテロワーズに限らず、チーズフォンデュは一般に、野菜等の具を加えないものが多い。一方で、 チーズにトマトを加えるトマトフォンデュやトリュフなどのキノコ、香り漬けとして、ニンニクをチーズに加えるものもある。また、種類以外の飲料、液状の食品では、牛乳、卵をチーズに加えるものもある。土鍋あるいは厚手の銅鍋に、香り漬けとして、あらかじめニンニクのかけらをこすりつけ、食卓上でコンロを用いて調理しながら、日本の鍋料理のように大勢で囲んで食べる。 発祥国のスイスでは、パンを鍋に落としたものに、罰ゲームが課せられる習慣がある。なお、チョコレートファウンテンのように噴水状の装置を用いて、食材にチーズを絡めて食べる料理は、チーズファウンテンという。ありがとうございます。